2013年4月21日、日台交流トリプルオフ。2013年7月21日、神迹宝贝日台交流就会。はい、陽子さん、一生懸命勉強しました。素晴らしいですね。今からですね、5対5の団体戦を行います。日台団体戦で。从现在开始一对一的五个人的团体对战。はい、それでは頑張っていきましょう。那大家一起努力加油。パーティー読み上げてください。じゃあパーティーですか。こちらが、こちら側じゃない、相手側ですね。相手側、しげるさんのパーティーが、しげるさんじゃない、しげるさん、相手側なんで、相手はヌエノさんですね。ヌエノさんのパーティーが、球根、シェリム、イヤミラミ、で、右真ん中なんですか、これ。右真ん中、トルネロス。トルネロス、ローブシン、バンギラスですね。はい、キューチェリ、バンギラスね。あと、しげるさんのパーティーがカポエラ、サンダ、ガブリアス、リザード、メタグロス、エルフーンです。ということで、対戦開始します。対戦開始、なあ、トイさん、返すば。対戦ということで、先鋒戦開始します。みんな見てるよ。てかすごいな、50人、30人見たの今。すごいトリプル。昼間からみんなよう見るね。ということで、選出が、手前からリザードン、ガブリアス、エルフンで、奥が、トルネオス、ヤギラミ、キューコ。ということで、動きましたね。球根を下げてチェリム、一応エルフーンが守ったりしてからの自信を嫌ったっていう感じですかね。でガブリアスが守る、守って守った。あー、これはあれですね、追い風のパターンですね。エルフーンが追い風ですね。はい、ここで多分アクロバットはガブリアス方面ですよね。はい、ですね。ということで、うまく透かした形になります。3パーだ、3パーだ、3パー。これは浮かないですね。見るくらいだったら参加してくれって感じなんですけど、まあ仕方ないですね。ということは、これは冬打ち持ってます。これ冬打ち持ってますね、多分。うまい。きついな。これは胸が熱い。なるほどね。しかも。きつ。うわ、マジか。これ辛いですね。いや、おそらく手助けしたということは、相手はやっぱり。これは飛ばされますね。トリプルの重量は強いですね。しかしトルネロスには守ったので、レッツは当たらない。まあ、重量は消費させる形になりましたね。ここでたまらずローブシンですね。このタイミングで登場するということは、まあ、ワイルドガード持ってる可能性もあるという感じですかね。このリザードンが3パワーということは、まあ、おそらく、まあ、技構成はある程度固定されるんですよね、周りのメンバー。そしてここでワイルドガードが決まっていきます。アンコールをしている場合、ドラゴンクローが取り直す場合、しかしこれで倒せるということはありません、ね。急所
差別ですね。これはきついですね。そして熱風はワイドガードで守られます。しかしワイドガードが決まったものの急所に当たってしまったせいで誰も倒せず、とても厳しいですね。そうですね、2連ワイガまで行けば。しかしこの番組は緊張感ですこの状況だと非常に地震が打ちやすいので、結局番組が扱いにくいということは事実です。下手すると地震熱風とかで死にますからね。どれ、しかし失敗、ワイドガードは失敗ですね。アンコールが見えているので、あそこは無事が攻撃するのはなかなか難しいです。地震が遠い、おそらくキューコン側には振ってなければ致命傷。そうですね、キューコンは落ちましたね。そしてソーラーウィーブ、ここは熱風でも良かった気がしますね。まあ、外れることを嫌ったっていう形でしょうかね。ワイドガードが2連で決まる。そうですね、ワイガが2連で決まったり外れたりしたときに、バンギのせいでウィザードンが処理されるのは非常に嫌われます。あ、緊張感ですか。緊張感のも非常に厳しいですね。先ほどの急所がかなり多く効いてるように感じます。ここから巻き返すのはだいぶ厳しいかと思いますね。熱風を食らわないために対面にチェリムを出すしかなくて、残り2匹で、武神はワイガをアンコールされている。そして、ゆずない隙が7割ほど残っていて、かつリザードンの安い走りチェリムを縛っているので、ほぼ罪ですね。というか罪ですね。やることがないので追い風ですね、これは。おそらく、まあ、リザードを採用しているということは、技のラスト枠は、まあ、日本バレとかだと思われるので、まあ、本当にやることがないといった感じでしょうか。でここからアンコールが解けた状態でもまたアンコールを打たれるだけなので、命中安定の技を打ち続けるだけで武神は倒されてしまいます。ワイドガード武神は確かに結構もう最近だと珍しいですね。武神はもうワイガー覚えるのは知られてますけど、見切りの方が圧倒的に多い感じです。ここは外さなければいいんで、多分ドラクロとソーラービームとかで全然いいと思いますね。少し間違えた。もう倒しようがないんで、多分当たる技だけ選ぶと思います。ダードンが、まあ、おそらくもうマッハパンチとかでもギリギリし、知るか知らないかみたいな感じですけどもうアンコールがどうしようもないですね。はい、ということで、前方戦、勝利したのは、台湾側のしげるさんです。おめでとうございます。ありがとうございました。完敗ということで、地方戦の方を開始していきます。地方戦戦うのは、日本側、ミンサさん、台湾側がジミンさんです。で、ミーサさんのパーティーが、これ右上なんだ、ソーナンスソーナンスピッピー
カポエラ、闇カラス、ニョロトのゴチルゼル。もう完全にホロウィファですね、これは。はい、岡山か。岡山、せっかくソーナンス、せっかく言うのはちょっと変な。カポエラ、闇カラス、ニョロトのゴチルゼルですね。もう完全にホロウィですね。はい。あとジミーのパーティーですけれども、ヤドキング、ユキノオ、ラプラス、ラグラーシ、アギルダ、エルフーンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ先ほどは負けてしまったので、次はちょっと勝ってほしいですね。あら、ワンだ、ワンだ、相手ワンですね。霊獣いなくてよかったですね。ジミーさん側の性質がエルフーン、アギルダ、ヤルキングですね。なんか凄まじくトリプルだと見ない並びですけど、これはどうなんでしょうね。対するイーサさん側が、ヤミカラス、カポエラ。これも先発としてはなかなか見ないな。ヤミカラスの前にエルフーン来ちゃった。逆だったらよかった。日本ロムを使ってるのはですね、中国語のロムがご存知の通り存在しないので、台湾の方は日本ロムか北米ロムを使っているということです。なので、台湾の方は割と日本語を読めたり喋れたりするという話です。ヨコダマシエ、エルフンを沈ませ、ヤミカラスの滅びを歌。アギルダがどう動くか、命がけだ。そしてリッピアを守ります。ディアブキングはトリックルーム。これはおそらくあれですね、リッピを削った状態で後ろのトリガーアタッカーを購入するっていう流れが希望的だったんでしょうけど、まあ決まらなかったっていう形です。アギルダは見ないですよ、やっぱり。カポエラを下げる形でソーナンス。アギルダを下げて、ヨーコ。これは主催のもう一人が登場した。主催が行きます。ただしヨーコはオスです。ヤミカラスが挑発に寄ってしまう。リッピの歌は当たらない。当たるわけがない。これで最後検出をソーナンスですね。ラプラスには一撃技まであるので、一応このタイミングで出てきた時点で疑うべきですね。ヨーコはレードあるよね。ヨーコはレードある。あるある。ここで安易にレードを当てられたからといって一気に不利になるわけではないですね。そしてカポエラで、これはヤドキングがいない方がいい。カポエラは、ネコ騙し等でターンも稼げるしっていう話ですね。この対面で普通に氷技が飛んでくる可能性を考えると、あまり出したくないところであります。そしてソーナンス側に挑発。ダメだ。しかし歌は当たらない。これは3割くらいじゃないですか。ですね、やっぱり3割、2、3割しか食らってないですね。吹雪がカポエラに当たらない。これカポエラに当たらなかったの結構痛いですね。うわー、そっちか。おー、強い。ピンピを処理した上にソーランスを凍らせた。しかしソーランスは役割が居座ることしか残ってないんで、この氷はこの氷がさほど痛いわけではないですね。実際挑発されてしまっているので役割がほぼない。また強いわ。そしてなんかこのターンは猫騙しまであるので、あまり積極的には動きたくない感じですけど、裏にはアギルダーまで残ってしまっているので、 HP 満タンの状態で命がけなんて当てられたらシャレになりませんからね。そして
でソーラス側に宿り、ランス側はおそらく滅びの影響で引くので、この宿り木がどこまでうまいかと言われると難しいところですけど、ただエルフン側にやることがない可能性は十分にあります。今60人も見てんのすごいすごいですね、本当今観客60人超えてんだけどむしろ来いよ、ね、むしろ来いまあね、こういう機会また設けてきてぜひ来てほしいですよね。そしてフォルミのカウントが0になったことで、なのでまあ圧倒的に今3倍近く近い数字になった。あら、名前と一緒だ。この並びの前でどうやって滅びを完遂するかっていうのは結構気になりますね。ソーラスを下げ、見事の繰り出し、これで上吹雪を牽制する形ですね。サイドゴチルですね、これは。で、一応吹雪は塞ぐ形ですね。一応水2匹並んでるんで、水技まで見れますね、これで。そしてストーンエッジ。おお、向こうの早いのか、ダグリ。そしてラプラスがここで処理されます。で、ここでトリックルームが解除です。あー、でも難しい。アギルダね、これで裏にアギルダが残っていますが、アギルダが、まあ、命受けを使うことで残りのポケモンが結局減ってしまうので少し難しい。この状況でもうほぼ詰みなんてことも一応あり得るといえばあり得ますね。で、ここでヤクカラスを東に寄るのを守る。ここは動かないんですね。アギルダは先取り。ステージ進ですね。もうこれは命がけするっていう選択肢も諦めた形ですね。草結びだとダメージが入らない、まあ、ロトメや、まあ、トリトドンみたいな相手がいるんで、一概にエナジーボールがなしというわけではないですけど、それでもやはり、雪の方に多いカードはギガドレインか草結びの方ですね。ギガドレだと、まあ、火力が半端なんで個人的にはあんまり好きじゃないです。これでサザメキがゴチル側にヒットして急所、急所ですね、強いですね。しかしエッジは外れる。この急所は大きいですね。落ちないですね。そしてヒットさせていく。ついにスサイミンが当たる。というかさっき打ってたら打たれですけど、まあ大して変わらないですからね。で、ゴチルゼルがリフレクター。まあ、一応ラグラージの物理技を見てっていうことですけど、しかしゴチルゼル遅いですね。まずこれでスライスも当たるんだよね。
ここで滅びを打ったので3ターン以上、守りきることができればその時点でミントさんの勝ちとなりますね。一応雨が降ってるとはいえ範囲技まで残ってるんで、まあ、命中するかしないかみたいなところは結構大きい気がしますね。でここで、ここで凍ったソーナスをクリアします。そうですね、守るまで残ってるんでだいぶ辛いですね。確かに、あと、まあ雪の方はウドハンの方が多い感じです、まあ、結局バクサー結びでもダメージが入りにくい相手に安定してダメージが入るんで、まあ、ウッドハンマーは強いですね。だから持ち物がやっぱり弾とかになってしまうんで、まあ、結局使いこなせるかどうかっていうとちょっと別の話になってしまいます。闇カラスに攻撃技が欲しいフェザーダンスなるほど、先ほど蒸発されて引いたのは、まあ、ラスマックがフェザーダンスだからですね。やはりフェザーダンスが入ってると全然ダメージがかかるんですね。そしてこの花引きも耐える、ダンスは動けない。これは次のターンも守って勝ちですね。ビルドにフェイント等で崩せるポケモンはいないんで、もうこの時点で。ピッピが急所で飛んだときは結構これはやばいかもしれないって思いましたけど、最終的に滅びでしっかり締めることまでできましたね。まあ、今カポエラ出しましたけど、まあ、自分の場合だったら多分出しませんね。どっちにしても変わらないかな。あまり変わらないですね、まあ、気分的に威嚇を入れたくなるっていうのは分かるんですけど。残数がでもこっちの方が多くなりますよ。ダッシュでボタン一回も外せない。これを見せるための問題。勝ってなお遅延行為を働いていく。そして、滅びのカウントがゼロになったのでここで全員ダウンですね。防音雪のを使ってもぶっちゃけ全然強くないですからね。あ、そっか、防音の可能性もあるんだ。ということで、ミーサさん対ジミーさんの勝負はミーサさんの勝ちです。中堅戦を開始いたします。中堅戦戦うのは、日本側雪影さんで、台湾側は幽霊さんです。おい、すいません、やめろ。ということで、雪影さん側のパーティーが、バンギラス、ドリューズ、ユクシー、トゲキッス、ブルンゲル、カポエラーです。はい、幽霊さんのパーティーがギャラドス、ウインディ、プリン、ドラピオン、カポエラ、ドリューズ。ピッピの次はプリン。ドラピオンまで行った。それでは
中堅戦開始いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、割と自分が想像した通りの配置に出てきましたね。おっと、これはブルンゲルの前にドラピオンが出てくるという。対面としては結構雪影さん側が嫌な感じになりましたね。真逆だったら全然そんなことないんですけど、ただウィンディの技構成すらわからないというこの状況。ドラピオン側がしたいことといえば、まあ、単純に殴るか挑発とかあるなら打ってもいいという感じですかね。いやマジかよ。でギャルドスが降臨。これおそらくカポエラのインファイトが飛んできてもプリンは耐えられます。そうですね、手前が台湾側の、プレイヤーということになります。おっ、守ってる。守るブルーンは守るアルドは強いんですけど、技スペが圧迫されてるんで動きにくいっていうのは、そういうのはあります、ね。おお、いけー。おお、しかし歌は当たらない。今日はよく素歌を見ますね。重力か。重力って何なんでしょうね。暇だったり怖い。そして動きましたね。プリン側が手助け、そしてドラピオンが守る。これで雷とか飛んでたら面白いですね。なんだこれは。なんだこれは。この自衛レアスラッシュだ。珍しいですね。一体強いですね。無敵じゃない、無敵じゃない。いや、おそらく特防に振ってない形のプリンだとこんなもんなんじゃないですか。で、これを連打でプリンを処理。そして潮吹きをギャラドスが受ける形です。ミゾジュールを処理したので、ドラピオンが少し動きやすくなった形。おー、やっとジュールが守れたな。マジで。特殊ギャラだ。これで潮吹きのダメージがだいぶ減りましたね。うせえぞ。そしてカポエラですね。え？そしてカポエラが威嚇ではない。結局マッハパンチの威力とかもはやキノガッサ使うわみたいな感じになっちゃってます。そしてここでユクシーをクリアします。あれですね、メロンパンですね、メロンパン。でここでブルンギルを下げてバンギラスを攻撃となると、これはあれですかね、ギャラドスを優先的に処理していくみたいな動きにシフトしてるんですかね。神クラックをおそらくバンギが受ける形です。キュン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 が攻撃室に飛んでいく。完全に特殊ですね。まあギャラドスの特攻って高くないんで、器用とはいえやっぱりちょっと足りないですね、ダメージが。ただこの削れ方だったらテクニーカップのジュエルマッハパンチとかしたら飛ばせそうですね。マッハパンチも飛ばせるんですか。結構やはり台湾と日本ってことで構築の差とか見たいっていう人が多いんですけど、もうなんかこう3回見ただけで全然違うっていうのがもう顕著に出てますね。鎮痛力
がカポエラ側にヒットして、バンギラスが雪崩を打ちますが、ドラピオにはヒットしてる。挑発？挑発をユクシーですかね。ユクシーに挑発。一応トリックルームされる形を嫌ったということになりますね。あ、だこれでバンギラスがカポエラ側に縛られてるってことになりますね。追い風が切れてしまったので、おそらくユクシーよりドラピオの方が速いで、ムームまでありますね。そしてドラピオンを下げてウィンディが戻ってくる。これは多分バンギが守るっていう前提の動きですね。でバンギが引っ込んでカポエラが戻ってきて威嚇。マッハパンチを威嚇したカポエラが受けてますね。こういう時に守るがあるブルーン強いですけど、若干ジリ貧な感じがしますね。しかしこのカポエラ割とドリューズの前に出したかった感じですね。台湾から長旅してくると疲れが溜まってるという感じですかね。ああこいつどうしよう。まあ、さっきドリルライナー見たんで、まあ、きっとそういう感じでしょうね。でドリの対面としてバンギーを下げトゲキスで、してトゲキスでお茶を濁した感じです。で雪崩がキスに当たってキスを処理。でドラピオンで殴ることを考えると雪崩でもいい感じですか。でフレアドライブがバンギラス側ですね。ただウィンディはインファイト持ってたりするんで、安易にウィンディの前に投げたからといってどうにかなるっていう話でもないですよ。そしてガドレイ、そしてギガドレイ、クレセリアがうまいんだよ。じゃあドリトダムがピン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 。なんか珍しい技が踏襲されてますけど、ギガドレインはトリトドンでも見てますかね。これはウィンディ側にインファイトがあることを考慮するとやっぱり超難しいですね。まあ、これはあれですね、バンギドリ側にカポエラを出すためにクリクラ先っていう感じですね。状況としては非常にトリックルームを決めたい形ですけれど、先ほどドラピオンの挑発を見てしまっているので、安易にトリックルームは打ちにくいですね。でここでドリガムが守るですね。両守るですね。これはまあ、一応アンパイ取ったって形ですけど、若干こうマッハパンチ、そしてインファイトがバンギアスにヒットで、バンギア処理されます。個人的にはやっぱここは守りたかったですね。まあ、先ほどバンギの前にウィンに出してきたので、まあ、ちょっと警戒したかった感じですね。
で、インファイトをしたので、だいぶ削れます。次のターンに砂鍋で落ちてしまう形になりますね。やはり蒸発を嫌った結果っていう感じでしょうかね。そしてここで満を持してドルーズ。でドラピオンにもウィンディにも自信は効果抜群です。ユクシー側がどう動くのかっていうのを気になりますけど、ここは新速を打って退場という形ですね。そしてマッハパンチがドリューズにヒットしましたが、まあ削れました。そしてドリューライナーがカポエラ側にヒット、まあ、お互いあまりダメージは入ってません。そして地震でドラピオンが倒れます。ドロジン通力はでも地味に痛いんじゃないですかね。マッハパンチでおそらくこれで縛れてるので、どこに残りの残りこの、もういない、もういないか。これは完全に罪ですかね。はい、ということで、ありがとうございました。中堅戦、雪影さん対幽霊さんは雪影さんの勝利です。副将戦は、日本側の代表がシファさんで、台湾側の代表が、チューチューさんということになります。で、シファさんの手持ちが、ニョロトの雪のフリーザシャンデラ、カポエラキングドラですね。フリーザーパーってやつですね。それに対して、チューチューさんのパーティーが、アズマオ、イルミーゼ、ライボルト、ボルトロス、決心ボルトロスですね。決心ボルト、ラグラージーサーナイトですね。これもまた何してくるか全く分かんない。なかなか日本じゃ見ない感じの構築になってますね。じゃあ始めていきましょう。始めるよ。副将戦開始です。ちなみにシファさんは負けると小指を飛ばされるらしいです。その後ミロニキに重圧がかかるから。ちなみに陽子さんですが、長旅の疲れで休憩しておりますので、今実況は、自分一人です。これ使っちゃいけないな。日本人が英語でも出る、台湾の人が英語でも出る。仕方ないよ。あ、シューハン、おばひよ。あ、そっか、使っちゃいけないんだよな。あ、そうか。リーゼが1ターン目から手助けで、ネコナマシがボルト方面で、ハイボルトが放電でイルミーゼを巻き込む。マジか。そして巻きしない。フリーザー側はこれで追い風で、エース関係を優位にしましたね。放電で3匹巻き込んで誰もバグらないっていうのはなかなか。
アズマ王。これアズマ王が来ましたね。これはどうするんでしょうかね。ボルトロスの電気技でアズマ王を強化してからと。水技でしょうか。これ放電の形なんで、まあどうせなら下げてもよかったですね。これアズマ王に。そしてここで雪の王を降臨させてフリーザーによって不分岐で、これでボルトロスを処理するっていう形ですね。カポエラのインファイトがアズマ王にヒット。これは多分耐えられないです。そして放電が2対2ヒット。負けるかな。そしてカポエラーが負けますね。あれは雪の王じゃないだけだいぶ違いますね。雪の王が回ってるとちょっと面倒くさい形になってますね。あと何いたっけ。ラグナスか。そして雪の王の逆側にラグラージ、真ん中にサーナイトですね。そしてカポエラの威嚇猫玉温存で下げでミノトロを降臨。これはライボルト側のオーバーヒートも見てという形ですかね。よしよし。そして反撃されることなくライボルトを処理。サイボキネシスがニョロトロにヒット。で暴風がサーナイトを処理。このムーブはこのムーブはちょっとどうなんですかね。余計な気もしますけど、安定して下げてもよかったかもしれないですね。ああこれはニョロトロに滅びの歌があった場合、この時点でもう打って勝ち確だったはずなんで、おそらくないっていうことでしょうね。これは流派を持ってるキングドンに帰ってきたってことですかね。しかし暴風混乱しませんね。3発打っても混乱しないと結構ラッキーだと思いますけど、しかしリンドを発動しましたが、ラグラジはやばい。ということで、副将戦はシファさんの勝ちです。勝ちです。ありがとう。ありがとう。はい、ということで、大将戦を開始いたします。ということで大将戦、日本側の代表は自分がやります。ということで、大将はミロです。台湾代表は、で台湾の代表は、台湾側の、オフ会の主催であるリョウコさんです。イエーイ。
盛り上げようと思ったらいいですあの会場が日本なのにすごいアウェーなんですけど頑張りますということで、パーティーを紹介していきます。陽子さん側が、雪の王、フロストロトム、カポエラ、トリトドン、レイジュランドース、そして、サランドラ。ちなみに、自分のパーティーは、ラプラス、ワタッコ、カポエラ、バクーダ、サマヨール、ムシャーダです。ということで、久々にバクーダ使います。はい、じゃあ、対照戦を開始いたします。やめてあげて。ひるむかこおるかでもあるでしょ。ひるむかこおるかあります。むしろ蹂躙されそうだね。やめて。じゃあ蹂躙されそうだね。これはちょっとまあまあ守る。ミロさんのラプラスが守る。やっぱりね、一旦守るつけた。これはロトムですね。ロトムの吹雪。ロトムがスカフってことですね。ロトムの吹雪。ロトムが決まって、持ち物は当初気合の助けでしょうか。持ち物は助けですね。助けで耐えていきます。さあ次に動くはまたこっちで、岩田をしかし当たらない。レイジュランドスに外してしまいました。さあレイジュランドスの岩田だれ。しかしアタックには当たらな い, らないしかし意味がない。さあアタックには外れてしまいましたが、最後雪の音の吹雪。いや意味あるでしょう。シンプルダメージになって。まあなるほどな。スーパーか。さあさまよりラフ吹雪を耐えて凍らない。イルムダックが倒れてしまいました。そしてトリックルームが決まる。サマイロのトリックルーム、イワナダレとフブキの氷をかいくぐってトリックルームを決めました。サマイロの進化の奇跡を持たせる多いで、そういうラムの実とかで呼吸を効かせることがなかなかできないということなので、決まらなかった場合はかなり痛いですが、燃やすぞ。さあ耐久が低いアタックが倒れたところから繰り出してきたのはバクーダ。感じになってますね。で、雪のを引っ込める。雪を引っ込みました。出してくるのはサガンドラ。そしてロトムも引っ込め。ロトムを引っ込め。復活のダメージが怖いのか、一回ロトムと雪のを下げてトリトドンとサガンドラ、この技に対するものを繰り出しました。そしてレイジュランドスが守る。そしてサマヨルは重力。じゃあこれで合ってる。サマヨール重力が落ちて、ここラブラスの氷の勇気、バクーダに怒りの強決まっていく。急所に当たった。急所に当たるわけ。そして怒りの強が発動。攻撃が6段階入りました。怒りが流れ。サザンドラとランドロスにヒット。ランドラさん守っていますが、サザンドラにダメージ当たっていきます。結構いいダメージ。ここで会場は怒りの角も発動してすごい盛り上がりましたが、岩流れのダメージを見て弱いと。対してミローさんは結構いいダメージが入ったと。この差は一体何なんでしょうか。あれサザンって何。いやいや、そんなもんですよ。バクーダよりガイスが細いポケモンなので、最近のトリトドンであればミローさんはサマヨルを引っ込みます。ブシャーダかな。サマヨル引っ込みてブシャーダを振り出します。ここは威嚇のレイジュランドスを一回陽子さんも引っ込めて振り出すのはカポエラ。いいの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 、むしろいいの。さあカポエラ振り出してきました。カポエラの威嚇でバクーダの攻撃が1段階下がって今これで5段階か。いやまあ当てればいいんだけど当てない可能性が。そうだね。
サナドラ守る。あ、なるほどね。サイクロも守るで一回しなきゃいけない。サナプラさん歌う。そして16歌う。16の歌う。先ほどまでのエキシビジョンマッチではなかなか55の歌うを連発している場面が見られましたが、こちら16歌で歌を割っていきます。そして爆弾の自信、サラワラプラスあ、いや、自信してサラプラスもろとも自信を当てていきます。さようならカポエラプラスが変化する。まず地面の重力地震でラプラスが倒れました味方から倒していくパターンです。そしてこれはカポエラもトリトドンも倒れていきます。よしよしよし、やばい、カポエラ処理できたのでっけえ。カポエラは、まあ、唯一ワイドガードを持って爆弾の天敵というかやりやすいポケモンだったので、ここで交代でカポエラを処理できたのかなり大きいんではないでしょうか。残りがスカーフのロトムと本体だけでしょ。ユキノと無理ー、レジューランドロスレジューランドロス、レジューランドロスがまだあられダメージで、ミロさんはラプラスを倒したところにカポエラを受けました。ヨーコさんは雪の王とレジューランドロスを組み出しますが、レイジューランドロスの一角で再び爆弾の攻撃が下がっていきます。爆弾これで攻撃が4段階上昇です。トリックルームはしかし4段目になりますね。さようこさんの悩ましい場面、守るわ。横田雪を守る。トリックルームをしのぐために守るを使っています。サガンドロも2連続で守る。これは守るを決めていきました。まあ守る。レジュランドスも守る。あ、はい、あ、はい。さあ、バクダの攻撃に対して一回守る。カポエラのフェイント。さようなら。逃げられない。カポエラのフェイントで雪の守るが解かれました。武者の催眠術を打ちましたが、ランドロスは守っているので当たらず。当たらず、決まらず。重力なので当たれます。バクダの今まで。重力がかかっているので命中率は 100%。 さあこれで雪の王が倒れてしまいました。さあ陽子さんが残りあと3匹になりました。トリックルームで5ターン目、このターンでトリックルームが出ました。守るでしのいでいきたいところですが、現在カポエラがフェイントを見せているので、いやそして最後のポケモン、プロストロドもクリアしました。うわー、プロストロドはおそらくコーナーリスカーフを持っている可能性が高い。うー、難しい状況。サザンドラはいやここで手助け。サザンドラは守る、しかしこれは3回目決まらず。誰が雪崩を打つと言いましたか。自信でしょう誰が雪崩を打つと言いましたか。はい、レジューランドのフェイント、はい、マンホール使ってレジューランドにフェイントを割っていきます。そして爆弾死にされてまずはカポエラがまずはカポエラがさあ、ラプラスに続いてカポエラが犠牲になっていきますさあ4段階上がった地震でカポエラは倒れました。そして16日なので3匹全員ダメージが入ります。ロットムには効果抜群。レジューランドのマンホールをフェイントで解かれているので攻撃が決まってしまい、サザンドラの3連守るを決めていないので自信が当たってしまいました。さあ、バクーダの攻撃で相手3匹が倒れてしまいました。さあ、対象戦シロさんの予定、まあ、シロさんの勝利です。おめでとうございます。わかりました。バクーダ撃墜やばい。バクーダ味方倒してるバクーダしか相手倒してないから結局味方まとめて8匹倒したことになる。強い。もっとは納得が厳しくなる。今日は代わりにポケモンが歌ってくれたから。
ラプラスも歌うし、フルも歌うし、大概外れたけど。いきます。立体交流戦をご視聴いただきありがとうございました。4本目です。フリーザーを使っていたシャハと申します。その場をお借りして少し宣伝させていただきます。ブログの、はい、これはスマホアプリ。そう、ブログの、ね、こうポケモントレーナーというスマホアプリを、無料のスマホアプリを作りました。ルール別にこのように小刻みのブログを表示できる便利なサイトビューアーです。無料なのでぜひ使ってみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ございました。